こんばんは、たりてです。今回のね、おみさんね、ちょっとトークを入れても大丈夫かなっていうことで、今日久しぶりにお話ししたいと思うんですけども、スジュロというね、海外町にあるね、まあいろんな料理を提供しているお店なんだけども、おばちゃんがすごくええ人、オールドお姉さんがね、すごくええ人、それなんでね、お客さんもね、すごくいい方が多いということでね、おばちゃんはね、とてもお世話になったんですけど、今ここの現場がね、なくなってしまって全然行けてないんでね、またちょっと機会があったら寄ろうかなと思ってるんですけども、ここね、海水浴でんのよ、鍋かっていう、なんかお客さんでね、この鍋かをなんていっぱい捕獲して、それでね、飼ってるしんのよ。で、鍋か会員募集してんの今で、飼う人いないですかって。いろんな人は飼えばさ、絶滅しないでしょ、ちょっと量が減っちゃって、だから多分そういう理由なんじゃないかなって。サンゴとかさ、あと貝殻とかの穴とかに生活してるね、なんか港のセレブと呼ばれてる魚らしいですよ。でね、ここね、まあお前の母ちゃん料理うまいなっていう友達の家のなんか温かいなんか感じのご飯かな。この辺の周辺の人みんなここ来るのよ。だって栄養が高いものばっかりだもん。でね、ここね、鮭率高いのよ。おばちゃん、なんでこう鮭多いのって言ったら、なんでだと思う？いやー、ちょっとわかんないけど、私ね、鮭好きなの。余っちゃっても私が食べるから大丈夫って、だからね、鮭率高いのよってそういう理由あ、そういう理由なの。それでここのね、初めての出会い、雨の日びしょ濡れで、お店ちょっと迷惑かかっちゃうから、図書館入ろうかな、でも美味しそうだし、って悩んでたら、オールドお姉さんが出てきて、あれ、お客さん今誰もいないけどどうぞって声かけてもらったのね。あ、全然大丈夫です。大丈夫、はい、決して大丈夫かな。あ、はい、暖かくなるね。いや、でもちょっと体いっぱい濡れてますしって言ったら、大丈夫や、気にしないで、ちょっとうちのおいで、ね、なんか掃除してらっしゃいって言われてさ、あ、じゃあお邪魔しますって。でね、2回目行った時にね、なんかOL さんとサラリーマンの人何組かいて、で、席いっぱいだったんだけども、あ、荷物ずらすから、どうぞここへって言って、OL さんがね、ちょっと席詰めてくれて、で、おばちゃん席、着いた瞬間に、この辺住んでんですかって、OL さんもビシバシ聞いてくんのよ。で、サラリーマンの人とかも。ああ、仕事でたまたまこう来てましてって。じゃあ、しょっちゅうは来ないのって。あ、まあ、ここね、めちゃくちゃお客さんとかもフレンドリーなのよ。もしさ、友達作りたいなっていう人は、ここのお店来るとね、すぐね、ブラザーになれますよ。で、いろいろ話してたの。OL さんも3人とか4人めちゃくちゃここで仲良くなった。あとサラリーマンのね、お兄さんとかおじさんとここで仲良くなったのよ。来週また水曜日来るけどね、おばちゃんもなんか来ないよって言うから、あ、
仕事中よりは木曜だったら来るんですけどって言ったら、あ、私木曜日来るからまた食事しましょうよって大江戸さんに声かけてもらったりとか、あのね、そういうお店なのよ。だからおばちゃん居心地よくてさ、めちゃくちゃ来ちゃったよ。それでね、まあ2日間だけアップさせてもらったんですけども、あのここね、まあいろんなメニュー、まあお昼食べることできるんだけど、余っても大丈夫なのよ。ここのオールドお姉さんが夜食べるから大丈夫よ。お客さん今日は全然少なかったけど、私夜食べるから。あ、じゃあ好きなもの出してるんですね。そりゃそうよ。だって余ったら大変でしょ。あ、まあそうですねっていう。で、やったら借金率が高い。うん。おばちゃんもうね、海外町来た時すごくお世話になったんですけども、うん、今現場なくなってね、ちょっとまた機会があったらね、訪れてみたいかなと。で、OL さんとかさ、あとさ、ここの、お客さんのサラリーマンの方たちをめちゃくちゃよくしていただいたので、またね、ちょっといろいろお話ししたいかなと思います。うん、こんなね、アットホームなお店、今までね、おばちゃん経験したことない。で、帰るときさ、ありがとうございましたじゃんって、また来てねって、あ、はいって言って、ね、何回か行くと、また明日来なさいよって、いや、明日仕事、ここ言わないんですよって言ったら、いや、休み来なさいよって、いや、もう、それ休みですよって、休んだらだってお金も入ってこないし、そしたらここで食べれないですよって言ったら、いや、いいなよ、いいか来なさいよって、そういうお店なの。いや、とてもね、疲れを癒していただいたお店ということで、いや、本当にありがとうございました。おばあちゃん思うんだけど、海大町周辺のお店ってこんなお店多いのよ。なんだろう、居心地が良くて、フレンドリーな方が多いのよ。ここの近くのキッチン太郎とかもさ、初めて行った時にさ、あ、ごめんね、今日なんかちょっとサラリーマンにして、あ、出てあげてよ。あまり見られないお客さんだけど、お客さん初めてって言うから、あ、はい、初めてです。美味しいって聞いたんで、ちょっと訪れてみたんですけどさ、いや、嬉しいこと言ってくれんね。そこのお兄さん、ちょっと左に、ちょっと出てあげて、お客さん座れないよって言ったらさ、まあ、お兄さんじゃないよって、その人もね、50代くらいの人。なんだけど、あれ？お兄さんだと思ってたけど、違うのか。いや、ちょっと席ずらしてあげてって、お客さん初めてで、なんかよくしてあげないとって言ったら、あ、そうですねって、そういうお店多いのよ、海大町。なんだろうね。いろんな中華のお店、名前ごめんなさい、忘れちゃったんだけど、その間にある中華屋さんのお店でもさ、おばちゃんと厨房のお兄さんがめちゃくちゃフレンドリーなのよ。なんかあったかい街っていう感じがすごくする。それがね、海大町だと思う。次回のトキシリクラブ。高円寺南のところにね、まあ、お蕎麦屋さんなんだけど、のんべさんを、昼間からね、のんべさんの人、まあ、地元の方だと思うんだけど、飲み率高いね。そこでね、いろいろね、メニュー見てたら、花巻蕎麦ってなったの。え、何その花巻って。なんか江戸時代からもうずっとある？もうね、今の人は知らないんじゃないかなっていう。なんか他のお店とかでも見たことない。そういうメニューがあったからね。ばちゃんちょっと、頼んじゃった。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる。相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。